めちゃめちゃ雨。今日は五十嵐さんと60キロずつ温泉小屋の方へ行きます。鳩町を7時半に、8時くらいか、8時に出発して、今10時、だから2時間くらいで鳩町峠から、今竜宮なんだけど、竜宮まで来ました。めちゃめちゃ雨、ずぶ濡れです。10時20分。何時？今10時20分です。本当に？はい、まあ細かく言えば10時17分。そうですね、時計見なくても大体五十嵐さんは天気は外すけど、天気とか服装とかは外すんだけど、時間だけはマジで正確。服装外すって何？ほら、こんな雨でも半袖で、雪がね降ってもね半袖しか持ってきてないとかね、天気とか服装はね外すんだけど、時間、体内時計はめちゃめちゃ正確。いるかな、ちょっとさすがに。めっちゃ雨です。じゃあ温泉小屋にこっから1時間くらい、じゃあ11時20分の到着予定ですか？そうそうそう、俺はこっから1時間はちょっと厳しいかな、もう疲れちゃったな、ここまで来るのに。でも気持ちがまだ切れてないんで、しかも寒いから、気持ちが切れたらもう終わりだからね。もう僕はなんかやめた方がいいわ。気持ち切れたら僕はやめた方がいい。気持ちが切れたらね、 YouTube だってできませんよ。 YouTube やりながらね僕やってるんですよ、こっちは。なめんじゃねえよ。ほぼ気持ちで勝利だけだからね。体も関係あるでしょ。7-3で気持ちだよ。僕かは7-3で気持ち。7-3の7が気持ちだよ。はい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 。3が多分体力だよ。3は気持ちだから。出ましたよ。じゃあ、ボッカさんやりたい人だったら。6-4かな。6-4? ブレた。7-3。7割は気持ちとか。そうですよね。気持ちが、ねえ、やる気があれば別に。やる気あって毎日同じ道で飽きるとかね。もう そういう問題でもうダメですよ。確かに。まあ、道は同じだけど、湿原の景色がやっぱり変わるから。それを感じられる人は、じゃないとダメですよ。なるほど。じゃあ、今年入った、ガッチャンと大場さんが、そこを感じられるかどうか。でもまだ1年目って感じる余裕ってないですよね。ない。感じる余裕はないけど、でも休んだ時に湿原パッて見た時に、わー気持ちいいとかっていうことはでもあるですよね。それが余裕なんだ。それ余裕が余裕できないとそれが感じられない。だから余裕、まだ余裕がある。なるほどね。こちらはだってねえ、湿原しか見てないもん。この土砂降りながらもなんか楽しみ見つけないと思う。そうですね、やっぱりね、お客さんもね、この YouTube 見てる人もね、雨の日でもっていうのを、なんだろう、教えてほしいと思います。雨の日、ボッカさんはでも仕事がやっぱり荷物が出れば行くじゃないですか、うん、でもこの雨の日でも、あ、大勢行ってよかったなって思える。でもさっきそこにね、晴れ間が出たんですよ。出た、はい、ね、光がパッて出たんだけど、でも、あれでしょ、だから、いきなり雨降ってきて、また。虹が出そう。虹が出そう。この虹の期待よ。虹の期待とか。でもこの前出ませんでしたよ。期待していったけど出なかったら、なんだったかなってなるじゃん。この雨でも、何があれですか？雨、もうあれでしょ。変える。泣いてました。カエルが喜んで出てくる。今ちまた、はい、本当に多分ここじゃなくて、あの山の花から鳩町上がるとこ、はい、これだけ雨降ってくると木道にいきなり山椒が
大量発生するから。大量発生。大量発生。山からなんか降りてくんだか。へぇー。木道に。木道の上に山椒が急に出てくるとか。こういう雨ブワーッと降った後の午後。そっか、それって雨でしか見えない。そう、こういう感じの日。こういう感じの日の帰りの。見た土砂降りじゃん。鳩町館。へぇー。が、急に山椒が、どこに隠れてたっていうくらい出てくる。じゃあ、結構自然とか好きで、こういうアウトドアが好きで、動物とか生き物系が好きとかだったら、そういうのがあったらもう全然面白いですよね。景色とか花しか興味ないとちょっとあれだけど。はい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 。鳥は鳴いてるしね、関係なく。確かに鳥は鳴いてるね、この雨でも。花だけじゃないからね。そうですよね、俺も別に花好きだけど。その他も多いからね。五十嵐さんはね、虫、鳥はめちゃめちゃ詳しくて、花は、まあ普通の人よりかは全然詳しいけど、でも詳しい人に比べたら、普通。だって毎日歩いてれば覚えてるんですよ。だから、もしね、わからないこととかがあったら、ぼっかさん、重たい荷物をいくら背負ってても、五十嵐さんに声をかけてみてください。最低ですか。それはダメ。なんか変な、難しいやつ聞かれそうで。五十嵐さんこれ知ってますか。五十嵐さんになんか、大勢に来て、こういう雨の日とかね、あってもね、五十嵐さんをまず見つけて、何か聞く。何でもいいから聞く。でも恋愛相談は、一番苦手。なんで？いや、痛かっただけ。痛かっただけ、俺が。いや、鳩町からここまで来るのにだいぶ俺は、端折ってきたけど、なんか昨日がね、なんか、めちゃめちゃいろいろなことを撮って、荷物も背負いながら、こうやって撮って、なんか疲れちゃって、今日は休もうかなって思ったけど、YouTube 楽しみにしてますってさっきお客さんが、めっちゃいて、これはやらなければ、やらねばならぬっていう感じでいきなり動画を回し、始めました。急に土砂降りになったしな。そうですね。まあでも雨の音を聞きながら、この濡れた湿原っていうのはやっぱり、緑が一番生き生きしてる色が出るじゃないですか。だし、明日予報晴れるしね。晴れるとか天気いいからね。確かに明日は天気いいから一気に緑がだいぶ進むよね。そうですね。天気、あ、よ、あれしよう、気温も暖かいから。そう、明日はね。だからこの雨の水、水分を十分に吸った植物たちが明日天気のいい晴れ光合成してぐんぐんぐんってきますよ。だから一気に明日いろんな花がね、なんで明日おすすめです。もう今日載せないとだと。そうですね、今日載せないと。いや、今日はでも短いと思うんで今で8分撮ってますけど、まあこれから温泉小屋の方に出発します。ラジオで最後の分岐で11時。最後の分岐ってどこですか。あ、ベンチ。赤田城のベンチで。あ、赤田城のベンチで。11時20分近辺で。11時20分近辺。これで立って、これちょっとスタンス回るかなっていう会話をするという。11時半回るかなっていう会話を俺とするそうです。で、11時38分に温泉小屋到着。その辺。11時38分。俺は45分だと思うな。ほんのちょっとしか。まあ、時計は見な。時計は見ずにちょっと、そこら辺、五十嵐さんの体内時計がどれほど正確か。でも今のところ、そういう体内時計の、何？俺は何時に着くでしょう。こっからここまで何時に着く、何時、こっから出発して、あそこへは何時に着きますかっていう質問すると、五十嵐さん今のところ、全部当ててるから。これはちょっと行きましょう。
はい。雨が降ったからね、この三原市までの道のりの、竜宮から三原市までの道のりの間に六兵衛っていうエリアがあるんだけど、そこの水芭蕉が今とっても見頃。この雨で汚れ、土、ゴミがね落っこちて、白のね部分がとっても綺麗でめっちゃ見頃です。猪狩さんもね、汚れた体をね、雨が洗いながら洗い流されて、今猪狩さんもめっちゃ見頃です。え、山の花晴れてんじゃね。幻想的だ。雨だからめっちゃ綺麗、ピンクが伝わるかな。臭いですね。でも天気は落ち着いてきましたね。木道も上がってるし木道も上がってます。木道も上がってるし、ここめっちゃ笑わせないで木道直しましょう。水芭蕉いっぱい咲いてるしいいことだ。本当だ、水芭蕉いっぱい咲いてるし、すごいね、今年は水芭蕉が粘るね。水芭蕉がこうやって終わってきても、もういろんな花がこれからどんどん開花するから、今シーズンはもうマジでいつ来ても楽しいと思う。花好きとかね、自然が好きな人ならね。温泉小屋、あともう少しだ、頑張ります。ただいまの時刻11時25分。あれ、猪狩さんなんて言いましたっけ。20分ぐらいえ20分でしたっけ。ここ20分ぐらいでしたっけ。30分で行きました。いや、多分20分ぐらい。20分。でも今25分ですよ。多分俺着いたの20分だななるほど。で、温泉小屋に38分。もうすぐそこですよ。この土砂降りまた降ってきた。一気に行くしかないでしょ。そうですね。ここからもう俺はもう一回本当は休むんですけど、木道場で。あ、もうこのまま行く。38分前じゃないこれじゃあ。38分ですか。多分なんかドンピチャじゃね。リアルドンピチャだしね。まあ時間見ずにちょっと行きますか。うん、赤田城。雨の赤。雨の赤田城。温泉小屋見えてきました。ラストスパート、ただいま11時35分。36、ああまあ38分くらい。ドンピシャです。